はい、おはようございます。はい、おはようございます。今回もお願いします。お願いします。ですね、今回はちょっと紹介したい商品っていうのが早速なんですけど、これなんですよ。ノースフェイスですね。ノースフェイスです、ノースフェイスからの商品でして、このサイズに収まるエコバッグになりますね。商品名はノースフェイスのライトボール等と S サイズの方になるんですけど、これでサイズが S でも約 9.5 リッター、まあ、10リッター近くの容量があるので、はいはいはい、そんなに小さいのに広げたらどうなんですか。ちょっとね、後ろがこういうふうにドローコードでグッと縛れるので、一回ちょっと出してみますね、はい、これまあ広げて、もうめちゃくちゃ簡単です。はいっていう感じで、要するにこのね、正面に来るノースのロゴが一応袋というかこいつに入れるという形 で、このサイズやけど結構入るっていうのと、あと2つついてるんですよ。はいはいはい、手持ちの手提げがね、だから肩からかけることもできるし、通常のトートバッグをちっちゃくしたようなエコバッグになるんですけど、はい、一応素材がナノキュアコーティングというコーティングを施してて、はいはい、10デニールの厚さのウルトラライトナイロンと、で特殊コーティングをしているので、針の穴ぐらいの傷とか穴とか、ちっちゃな穴ぐらいだったらこいつ自己修復するんですよ。はあはあ、もう一回戻るというか、ものすごく細かい、こう網目というか、自己修復ってすごくない？すごいよね。だからちょっとした広がった穴だったらこう戻ろうとするのかな。まあ当たり前ですけどめちゃくちゃ軽い、っていうのと、さっき言った丈夫、それからこういう持ち手が2つある便利性の良さ、そしてこれもう一回直しましょう。このね、表にあったこのマークのとこ、ここに突っ込んでいくだけと。ああ、直すのも簡単ですね。このまま入れて、さっきのドローコードを引っ張る。引っ張りながら入れていけば、もう多分誰でも簡単にこれ慣れれば。僕これ練習1回しかしてないですけども、 OK ですいけました。おお、簡単に収納できるんで。なるほどね。すごく僕は便利だなと感じたので今回紹介したくて、 でこれまあ普段の買い物とかに忍ばしておくのもいいですし、ぜひねやっぱりキャンプとか持ってって、でこういうのポケットとかカバンに入れといたら、なんだかんだこういう入れ物っていうのは使えると思いますから、本当にいろんな用途で使ってもらえたらなと、ね、特にさっき言った自己修復するぐらいしっかりした生地してるんで、そういうちょっとねアウトドアとかに向いてるんじゃないかなと思って、今回紹介させてもらいました。はい、イメージはあんな感じなんですけど、はい、商品名にも入っているように、そのトート S と言いつつも、僕自身これ先持ってみて、十分、一つのカバンとして使える容量を持ってるかなと思いますね、やっぱり10リッターって十分入るサイズだと思うので、あんまり普段荷物使わない人これカバン代わりにしてもいいかなと思いますし、はい、本当エコバッグとしては非常に多分使い勝手がいいと思います、はい、軽い強いっていうのはもう本当にバッグとしては最大の魅力だと思うので、ぜひ興味持たれた方、
はい、あの概要欄にまた書いてますので、ぜひぜひよかったらチェックしてみてください。はい、お値段が税込みで3190円となってます。はい、それでは今回も弁天町にありますプロトコル大阪にお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。森田映画90秒コーナーです。はい、はい、今日普通ですね。いや、はい、あの自分で見たんですけど、まあ、暑苦しかったんでさっぱりと、はい、さっぱりといこうかなと。はい、いやでもじゃあ早速いきますか。はい、はい、ましょうか。お願いします。あの、はいはい、今回はちょっと劇場にまた久しぶりに行ってきました、うん、女神の継承という、うん、これねタイと韓国の合作の映画になるんですけど、うん、ちょっとあんまり全そのシネコンとかでやってるような映画ではなくて、ちょっとこじんまりした映画館で上映してるんですけど、うん、ミニシアターってやつ、ミニシアター系ですね、うん、はい、アジア映画のそういうところだとやってるんですけど、うん、ちょっと前にあった映画で、うん、韓国のチェイサーっていう映画があるんですね、うんうん、僕これすごく大好きな映画で、うん、まあ見る人はすごく選びます。非常に救いのないラストですし、うん、すごくいいんですよ、そのチェイサーっていうのが。前紹介してましたかな、うんうん、ちょっともう本当に身を覆いたくなるような、うん、まあ実はベースなんですけどね。でその今回その監督ナホンジンさんという人が、うん、今回その原案と制作の方に回って、はいはい、別の監督で作り上げたのが今回の女神の継承という作品で、うん、一応その監督の、まあ、携わった新作になるんですけど、うん、なるほどね。まあ131分あるんですよ。で、うん、ジャンルはまあホラーになります。うんうんうん、130分長いです。長いですよね。長いです、ね、前のジュソっていう僕紹介した、うん、あれも長いんですけど、うんうん、まあ、今回どうなったかっていうところで、なるほど、はい、お話しさせてもらおうかなと思います。はい、はい、ではお願いします。はい、はい、用意スタート。はい、今回僕が見てきたのが女神の継承という、映画館で見てきました。まあタイの田舎の方で、いわゆるそのなんていうんですかね、こっちでいうイタコさんみたいな、霊をこう下ろしてみたいな一族の一番その末裔の女の子に巻き起こる話なんですけど、まあ代々受け継がれてるんですが、ある時まあちょっとしたことがあったんでしょう。そのまま何かの呪いがかかったように、その一番末裔の女の子、うん、急に言動がおかしくなったり、うん、暴れたりとか急にして、いわゆるそのエクソシストって映画あるじゃないですか、はい、あの感じですね。急に凶暴になってっていう、うん、それはまあじゃあ何か取り付いてるって感じ。そうですね。で 何が取り付いてるか、うん、でどうやったらそれを除霊できるか、うんうん、まあ、一応そういう除霊できる人の末裔なので、うん、まあ、スペシャリストが上にはいるんですけど、うん、まあだんだんとその話が進んでいくにつれ、うん、いろんなことが分かってくるんですね、うん、とんでもないことが、うん、そして、本当に救いのないラスト、うん、これにはちょっと驚きました。でさっき言った131分という長さ、ジュソっていう映画はちょっと長く感じたんですけど、これはお話自体がすごく面白かったので、もう最後までちょっと力入れながら見れるような、しっかりと話しつつ本当に怖いホラー映画でしたね。ベタなんですけどね、うん、何かに呪われてその子おかしくなったから悪魔を取り除かなっていう話なんですけど、その子自体は除霊できないんですか。もう取り付いてるかも。まだそういう道に入ってないんですよ。あ、普通に社会人として働いてるんですよ。なるほどね。でそのお母さんと妹、うん、その妹がもうバリバリなんですよ、その道で、はい、で本当はお姉さんが継がなあかんのやけど、うん、ちょっと訳あって、うん、妹が継ぐことになったっていう、まあ、この辺も問題あるんですよ。あ、そうですね。でこれの上とか横とかに、うん、もっと問題があってその全部のツケがこの子にかかってくる。あ、でそれが分散してまた一家にっていう、もうどん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 このウイルスのように、なるほどね、その呪いが繁殖していくというか、うんうん、その辺の描写もすごくうまかったですし、うん、そのタイの田舎っていうのもなかなか、うんうん、アメリカのなんかあるやん、
家族、うん、幸せな家族がっていうのとはまた全然違うくて、雰囲気がちょっと変わってるし、いわゆるまあ田舎ホラーになるんですけど、これのジャンルも、うんうん、すごくさっき言ったお話が面白かった、ストーリーが面白かったので、さすがそのチェイサー撮った監督かなっていう、なるほどね、ところですね、うん、でなんか噂ではこの女の子のスピンオフがあるとかないとかっていう、今後ああ結構じゃあ人気出てるんですね、非常にタイと韓国では、うん、ヒットぶちかました作品らしいので、ちょっとねさっき言ったその限られたところでしか上映しないので、うん、もしチャンスあったらぜひ見てほしいんですけど、うん、女神の継承、これは僕すごく面白かったんで今回紹介させていただきました、はい、はい、またよかったらコメントください、お願いします、はい。